事業者の皆様に一日も早い振り込みが可能とできるようになるように引き続きまあ全力を尽くしてまいりたいと政府は収入が50%以上減少している中小企業に最大200万円フリーランスを含む個人事業主に最大100万円を給付します昨日までの申請件数はおよそ50万件ですが今日支給されるのはそのうちおよそ2万3千件の見通しです 申請から給付までは通常2週間程度かかるということです。